このスマ。魔力の乱れが糧となる。願いを叶え、混乱を。さらなる混乱を。我が真の姿に戻る日は近い。まだまだ頭のおかしい学生は多い。もっとこの学園を改革していかねば。先生、政治経済の授業の時間です。授業は先生が受け持つんですよね。もうそんな時間か。そういえば、かっこいいポーズの授業、あれは潰せたか。すべて貴族と会った時のためのマナー講座に変更しました。何人か教師がまた辞めてしまいましたけど。心配ない。追加の募集はかけておく。校長も追放したし、ここは私の学校だ。君のように手伝ってくれるまともな卒業生がいて助かったよ。友人と少し揉めていたらしいが、計画に支障はないな。もちろんです。そんな話より、今は授業です。授業。我が学園レッドプリズン改め、コーマの里立魔法新学校の歴史をここから始めようではないか。おお、驚くほどまともな学校になってるな。どこがですか。かっこいいポーズ廃止ですよ。二人ともどうして止めなかったんですか。仕方ないじゃない。先生も生徒もいきなりおかしくなっちゃったの。フニフラさんは頑張ってくれてたのよ、めぐみ。でも味方してくれるコウマ族もほとんど捕まっちゃって。我が青春を過ごした学び屋がこんな変わり果てた姿に。しかし、貴族のための講座というのが気になるな。社交界にでも出ようとしているのだろうか。まあ、もともと知能は高いし、まともになったコウマ族ならありえなくはないんじゃないか。なんだか雰囲気も優雅になったものね。あっちで綺麗なお花に水をあげてるわよ。
コウマ族でない者にはわからないのも仕方がありません。うわ、ボロボロで汚い人たちが出てきたんですけど。この服、レッドプリズンの制服？もしかして生徒？元ですけどね。追放されてしまって、校長は私たちを逃がすために。お願いします、どうかこの里、コウマ族を救ってください。当然です。ドドンコやアルエがあんなことになって放っておけるはずありませんから。ありがとうございます。情けない話ですが、我々では新コウマ族の目論見を阻止することはできませんでした。でも彼らが変わってしまったのには理由があるはず。注意深くこの里を見ていれば何かわかることも。もしかして何か心当たりが？はい、校長が言っていたんですけど。この声、逃げた生徒がこの辺りにいるぞ。もう追っ手が。時間がありません。あなたたちに託しますから、校長の言うようにあれを見つけ、そしてあれしてください。あれを見つけ、あれをすべし、それだ。の後輩、かっこいい去り際ね。じゃないわよ。あれって何？それをどうするの？校長は何が言いたかったの？なんだこれ。おっと、こんなところにも落ちてる。いや、ゴミ拾いは貴族への一歩、また前進してしまいました。そういえば森の方でモンスターが出たそうで、応援が欲しいみたいなんだけど。すぐに行きましょう。モンスターは適切な人数で無駄なく倒すに限りますからね。以前のようなコウマ族らしさはないが、里は至って平和なようだ。でもコウマ族が何人も里外れの施設に幽閉されてるって話よ。たまに脱走した人が捕まったりしてるもの。
平和なのは表面上だけで、反抗するとすぐに捕まっちゃうのよ。原因を早く見つけなきゃ。はあ、なんだかもう怒りを通り越して呆然としてきましたよ。一体何なのでしょう、この状況は。ほら、めぐみ、ずっと食べてないでしょ。お弁当作ってあるから一緒に食べましょう。こんな時なのに気が利くな、ユンユン。今できるのはこれくらいだし、里のこと、私も最初は本当にショックだったから。当然よ、友達も里も学園まであんなありさまなのよ。故郷がこんな風になって落ち込まないわけないじゃない。そっか、そうだよな。この蕎麦